こういうとこなんだね。はい、静岡ホビースクエアやってきました。はい、ということでジャパンカップ静岡大会の前日に静岡ホビースクエアで FMAR アクアを走行させてきました。ホビースクエアには初めて行きましたが、何せコースがでかい。コースレイアウトとしましてはドラゴンバックが2カ所、着地は十分ある中で、より速く走らせたいとなるとストレートを挟んだドラゴンバック、ここは飛び越える必要がありそう。着地に余裕があるものの、しっかりコースに入れるかどうかがポイントで、今回のマシンでいうと AT バンパーというギミックが備わってないので、
この辺のリカバリーがちょっと難しかったかな。なかなか普段では走らせることのできない5連コースが常設ということなので、静岡に来た際にはぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。